この動画は現代魔女による魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術展の魔女の三つ猫です。今回ご紹介するのはタロットカードなんですけれども、知っている人は知っている。この 今回ご紹介するのはネクロノミコンタロロットになりますネクロノミコンといえば架空の魔術書なんですけれどもあの20世紀初頭の初頭にえ活躍したホラー小説家ハワード・フィリップス・ラブ・クラフトの「クツルフ神話」の中に出てくるえネクロノミコンという魔術書がありましてですね そのネクロノミコンには例えばいろんな邪悪な邪神と呼ばれるですねクトゥルフとかニャルラトホテップとかいろんなものいろんなこう神様を召喚する、あのー、やり方が書いてあるネクロノミコンというあの本があるんですね架空のものなんですけどね私も持っているんですけれどもそれを題材にしているタロットになりますタロットデッキになります。で こちらはですね、米国で魔術の研究をしているドナルド・タイソンという人が手がけたカードになります。エッシュさんはファンタジー画家の、なんて読むんだろう、アンネ、アンネさんかなアンネさんが描いているそうですね。はい。で、いろんな、あの、邪神、邪神様がえ登場するのでですね、皆さんちょっと一緒に見ていきたいかなと思います。 まあやっぱりクトゥルフのクトゥルフ神話のねやっぱメインといえばこのクトゥルフですよねこれがクトゥルフさんですこちらクトゥルフはですねデビルのカードに対応しておりますはいなんと凛々しいクトゥルフですで次は私もあ,のあんまり知らないですねのもあるのでちょっとあれなんですけれども えっとこれがムーンのカードですね。皆さん読めますでしょうか読める人はああなるほどと思ってください。私ちょっとこれは存じ上げない。ルルイエかなとかって思っちゃうくらいなんですけど。うん。で次に、えー、これがディープワンと書いてありますね。ディープワンのカード。これはラバーズのカードだそうですね。はい。でこちらがジャ,ジャッジメントのカードで。 読めない読めないけどジャッジメントですこれはいで次にマジシャンのカードですがこれがニャルラトホテップのカードだそうですねで次にハングドマンのカードですが、うん、これも読めないかな読めないかなはい読める人はうんうんとうなずいてくださいでこちらが太陽のカードです私もちょっと読めないかな でえっ、ー、とハイプリエステスのカードがバーストバ,ーバステットですねうんのカードエジプトの,あの猫のね神様バステットのカードですでテンパランステンパランスのカードレアニマうん読めないはいでこちらフールフールがアザトースアザトースですねアザトースっっててこんんなな感じなんだっていう <laughs> 感じですすけど、うん、フールでではいでこちらがチャリオットのカードです。はいチャリオットのカード。でこちらがえっ、ー、とストレンクスストレンクスのカード。ショゴスですねショゴス。私ショゴス大好きなんですよショゴス。うん 小数が一番かわいいと思います。で、こちら。ハイエロファント。ハイエロファントのカードはダゴンです。ダゴン。で、うんと。ワールド。ワールドのカードはイグかな。ヘビの神様、邪神いましたよね。イグでいいんだよね、これ。うん。はい。ヘビの神様。これがワールドのカード。 で、えっ、ー、と、エンペラー。エンペラーのカードは、あの、悪魔みたいなアムンかなアムンというカードです。でえー、ジャスティス。ジャスティスのカードがこんな感じ。なんだこれは。読めない。読めないけど、クトゥルフみたいな感じもするけど、わかんない。あ、来た来た。これが、 エンプレスのカードでシュブ・ニグラスというですねあの子供をたくさん産む悪魔の悪魔というか神様のカードなんですけど私シュブ・ニグラスも結構好き,好きなんですよね。うん、あの女神信仰している魔女としてはシュブ・ニグラスはやっぱり信仰対象になっちゃうかなと思うくらいシュブ・ニグラス派であります。はい、でスター。うん イスファうん読めないけどスターのカードはとっても綺麗ですはいでこちらが「デスのカード「ん?タ」「た」「つつぐあ」かな「つつぐあ」かな「つつぐあ」「つつぐあ」かもしれないこれうんちょっと間違ってたらごめんなさい「スうん、デスの「デスのカード「さつぐあ」チチグア「さつぐあ」 ササチャトゥグアかうんですねで次に、えー、とホイール・オブ・フォーチュンのカードがヨグ・ソトースですねヨグ・ソトースのカードでタワーのカードピラミッドみたいですけどタワーのカードがジグーラトグレート,ジグレートジグレートジグジグーラトちょっと分かんないな分かんないじゃあ神様が多すぎてごめんなさい ごめんなさい。邪神好きの皆さんにちょっと怒られそうな感じではあるんですけど、これがイタクアですね。イタクア、ハーミットのカード。イタクア、ハーミット。うん なんか、私でもわかる <laughs>。私あんまりその全部に詳しいわけじゃないのでちょっとわかんないかったりするんですけど、本当に詳しい人が見れば多分、なんかすごく面白いカードなんじゃないかなって思います。ダイアルカのでこんな感じですね。はい。こんな感じです。じゃ、クチュルフちゃんを前にしとこっか。せっかくだしね。で、 あの小荒かなもですね絵柄が描いてありますえっ、ー、と火水風土それぞれワンドカップソードでディスクという感じで、えー、振られていますでこちらがワンドのカードですねワンドのエースで22ワンドの2でワンドの3でなんか なんか来たよなんか来たよワンドの3でなんか海の方からなんか来ました「どや」って言ってますでなんかワン,ワンドの4でなんかちょっといい感じいいムードになっていますねで、なんか争ってワンドの5で争ってからのワンドの6でなんか奴隷っぽい人が現れーの 戦ってのワンドの89んか封印しての10ってな感じで海にまた帰っていきましたはいこれあれかななんかこのここでちょっと結婚してあのこのあの子供を産んだんでしょうかねでちょっと奴隷みたいに迫害されてみたいなそんな感じのストーリーなのかもしれませんねはいあのインスマスの話 だと思うんですけどはいでえっとワンドのコートカードですねコートカードはこんな感じですワンドのえっと従者のカードナイトのカードでクイーンのカードそしてキングのカードという感じでこっちの方はあんまりそのウェイト版に忠実とかそういう感じではない本当に応用というかオリジナルのねうん あの構図で描かれているような感じになりますじゃあ次にカップこちらはエースオブカップですねエースオブカップが血みたいな感じ血から始まる感じなんですけどはいバステトですかね猫の神様が出てきますで血,血なの血だよねこれ絶対血だよねワインじゃなくて血だと思うんですけどなんか儀式をやってますねで わーって儀式でトランスになって飲んでるんでしょうか。ね。ともうなんかやっちゃってますねこれね。で死んじゃいましたねこれね。でその後なんか神神神格化したのかな神格化して猫様になって猫様からの指示で。 えー、なんかまた儀式を始めてみたいな <laughs> 感じになってますねうんはいこういう感じのカップのカードです、はい、こっちのコートカードも全然構図としてはこれが従者のカード従者のカードでナイトクイーンでキングという感じで。 はい、なんかこう血を使った血とこの白い液体とを使ったなんか儀式の様子が描かれているのがカップのカードですね。じゃあ次にソードのカードに行きましょうかね。ソードのカード探検みたいな感じですけどエースそしてえー、っと2なんか恋人になりましたが。 な恋人になってこの恋人は一緒にいてて誰か死んじゃってで棺ぎがあってで戦って戦ってでお金ももらって <laughs> お金もらってまた戦ってみんな死んでなんか後悔後悔してるのか で、また殺されるみたいな。そんななんか秘伝系なドラマを感じさせますね。これはうん？あ、あれか？なんかあのなんか？こういう映画ありそうですよね。こういうなんか？王宮系の王宮のなんかエジプトかどっかの王宮のなんか王権争いのなんかで。 なんかこういう物語がありそうな感じがするうんでこちらもコートカードですねコートカードはえっ、ー、と獣者のカードでナイトクイーンでえっ、ー、とキングですねはいこんな感じのカードになりますじゃあディスクはいディスクのカード ディススクのエース、えー、と墓を掘り起こしてうんとなんか儀式しているのかな手持ってますね手持ってますよ儀式あこれの手か儀式してでこの手をろうそくにしてでなんか魔術書魔術書持って石投げられててで手を渡してあなんかやっぱ儀式してますね 儀式して何かこう魂を出してこれをも,も,ろもらうみたいなあ,あ儀式してますねめちゃくちゃ儀式してますねうんでお墓にまた行ってお墓お墓死者をよみがえらせる術かなんかですかねきっとねこれうんそうだと思うはいそういうストーリーなのかなはいでこちらが コートカードです従者ディスクの従者なんか像もつ出してますけどねうんでえっ、ー、とこれがナイトでクイーンクイーンはなんか調合しますねでキングのカードあこれは悪魔召喚してますねあの魔法円と悪魔の三角形ですねうんはい このなんかあの生贄とかちょっとクモつみたいなゾウモ物みたいなのを差し出すのってなんかシュブニグラスとかそっち系のなんかクモつっぽくてなんかこのペンタクルはシュブニグラスを呼び出してんじゃないかとかちょっと思っちゃうけど違うのかなどうなんだろうちょっとこの術この手手を取って手手を使うっていうのはちょっと私分かんないけど。 ここによく見たたら心臓を持ってたりとかしますもんねなんねなかやっぱり生き返らせる術なんだとは思うんですけどね。はいということで分かる人には多分あーなんか何のストーリーなのかなっていうの分かるかなって思います。でこのネクロノミコンタロットなんですけど実は私はちょっと輸入して買っててこんな感じの箱で届いたんですよね。どうやって開けるよいしょ。 こんな感じの箱に入ってきてですねこういう分厚い分厚い本が書いてありますだからこれ全部ね英語なんですけど読めばさっきの分からなかったカードとかも分かるんでしょうけどまあちょっと長くなっちゃってね読,、ま、読んではないんですけどねこんな感じでこう分厚いボリュームでボリューム感ある。 たっぷりある本が入ってます。で、あと、ここに、ね、カードが入ってたのと、あと、予備カードみたいな感じで、こんなカードが入っております。で、なんか、こう、質感なんですけど、紙、紙なんだけど、紙なんだけど、まあ、割としっかりしてる系の紙、じゃ、紙ですね。で、この、 ツルツルの感じがえっ、ー、といいと思うんですけど結構使ってすぐ使ってもこんな感じでちょっと分かりますかねなんかすぐ紙だ,、ね、だからシャッフルする時とか気をつけないといけないしまあちょっと負荷をかけるとやっぱ若干。 若干曲がるかなっていうくらいなので扱いには注意した方がいいと思いますねこんな感じで届いたんですよ箱は箱もね結構こう,こういう箱だからねこういうこういう感じなので割とボリューミーな感じになりますはいこんな感じねはい 大きさカードの大きさ的にはですね。まあ、通常のカードサイズとだいたい同じです。えっ、ー、とこっちが118ミ、mm、リかな。118ミ、mm、リの。で、こっちがええー、と70かな。70なのでだいたい同じですね。裏側カードの裏側はクトゥルフのタコの。 足がこう書いてあるんですけどこれはあの上下あの違いが分かってしまいますねはい対象ということではないのであの嫌いな人はもしかしたら嫌いかもしれないんですけど気にしないという人はですね、うん、いいかもしれません。ははいいこんな感じです、はい、ということでなんかちょっとまあライダーウェイト版ともあのマルセイユ版とも全然違う。 もう本当に応用的なカードになると思いますのでクトゥルフ好き,好きな人はもちろんですがあの初心者さんにはあまり向かないカードかもしれませんこれで本当に実際にタロットやろうと思った時にあのライダーウェイトスミス版のその,あの分かりやすさから比べるとちょっとやっぱり扱いづらいかなっていうところがあるかもしれませんなのでクロートの方そしてクトゥルフ好きな方 なんかにはとってもおすすめなカードになります。はい。ということで、えっ、ー、と、今回はですね、えー、ネクロノミコンタロットをご紹介いたしました。はい。このチャンネルが面白いなという方はぜひ、チャンネル登録お願いします。はい。そしてグ、高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。ではでは、またねー。